おはようございます。山形県の山形駅に来ております。本日なんですけども、こちら大和ロイネットホテルに宿泊していました。一泊ですね、だいたい5000円ぐらいですね、素泊まり。まあホテルね、最近日本結構高騰してるって言われてますけども、まあ直前に予約した割には十分安かったんじゃないかなというふうに思います。というわけで現在山形駅にいるんですが、今からですね、山形新幹線使いまして、山形県は新庄に向かいます。で、山形新幹線といえば東京からやってきて、福島までは基本的にほとんどが山彦号と連結で、福島で切り離して在来線、大本線に入り、山形、そして新庄まで行く列車というのが一般的ですよね。新幹線区間では最高速度 E3 系の場合275キロ、新しくデビューした E8 系新幹線は時速300キロで走ります。で、在来線区間、福島から先に入ると峠越え、板谷峠とか越えていくわけなんですけども、最高速度時速130キロになります。まあそうやってね、運転されるのが山形新幹線なんですが、実はですね、早朝に1本だけ山形発新庄行き在来線区間のみで完結する翼号というのが運行されているんですよね。今回ちょっとそんなね、面白い翼号、翼171号から山形発新庄行きを使いまして、現在今からね、新庄まで向かいます。お客さんどれぐらい乗ってるのか、山形新庄間だいたい45分ぐらいで結ぶ翼号なんですけども、在来線区間しか走らないということで、新幹線車両でありながら200キロ以上出さないです。最高速度は130キロですね。まあ日本、JR 西日本の新快速とかね、中央線の快速、まあそういったものとね、同じぐらいのスピードしか出さない新幹線車両、こちらをね、今回使っていきます。というわけで本日朝活みたいな感じになるんですけども、よろしくお願いします。翼号は全車指定席なんですけども、福島から先の在来線区間のみで利用する場合はこの立ち席特急券というのを買って利用することができます。まあ、これ何なのかというと、基本的に空いている座席、普通車に限りますけどもね、空いている座席に座ることができる。で、そこの座席を指定している人が乗ってきたら、その人に席を譲らなければならないという、JR 東日本ではね、よくあるタイプの特急券になりますね。山形から新庄1130円みたいな、まあ、言うたら自由席特急券みたいなもんなんだけども、でもね、人が来たらその人に、ね、譲らないといけないっていうのが、まあ、一応制約として入ってる。まあその代わり安くね、利用することができる。列車面も特にね、指定する必要がないので、まあ結構便利な特急券かなというふうに思います。山形から新庄出て45分1130円で今回ね、切符購入しています。朝からね、山形駅、まあ結構お客さん多いです。今日日曜日なんでね、どれぐらいお客さん乗ってんのかな。山形発新庄行きですから、まあやっぱ通勤需要かなと思うんですけども、どんなもんなのかな、そういったところもちょっと楽しみですね。止まらない思いを乗せて、福島米沢間トンネル整備の早期事業化を追う羽越新幹線早期実現。いやーね、そういう新幹線できんのかどうかね、まあ、僕の関心はやっぱ北陸新幹線の敦賀京都大阪延伸ですよね。もうこれを早くなんとかしてほしいと、まあ、昨日改めて北陸新幹線開業した時に金沢から大阪利用して思いました。はい、ということで山形駅こんな感じです。まあ、ここから仙山線利用してね、仙台方面に行かれるという方もかなり多いんじゃないかな。広告にも出てますけども、左 E8 系昨日デビューなんですよね。もう昨日動画上げてると思うので、もしよかったら見てみてください。これがね、今後山形新幹線の顔、 E3 系の生まれ変わりとしてね、活躍していくことになります。で、こちら電光掲示板がずらっと出てるんですが、左上山形新幹線のところですね、この7時12分発の翼号を乗ると東京方面に向かうことができる。この翼124号って確か速達タイプですよね。僕が乗るのは1個下、7時1分発翼171号新庄行きになります。これ山形発新庄行きの山形新幹線大本線完結の、新幹線車両になりますね。こちらは今回使っていきます。2番線もう多分すでに列車来てると思うんでね、早速ですけどもホームに移動します。山形駅は1回在来線改札の中に入り、その先で新幹線改札があります。まあ、今回利用する翼号はもう大本線 の, そ の, なんていうの新幹線区間乗り入れないので、まあ、実質的には新幹線ではないような気もします。在来線特急みたいなもんなんですけども、車両は新幹線車両なんでね、ちゃんと新幹線と同じ改札からの出発です。山形新幹線ちゃんとね、ステーションブースもあったりして、ザ・ JR 東日本の駅ですね。いや、もう少しね、ゆっくりしていきたかったな、山形で。せっかく来たんでね、ただもう時間がなさすぎてね、まあ、今回は諦めます。ではここでもう一度改札があるので、先ほどの立ち席特急券かと乗車券を一緒に改札に突っ込みます。ほい、いってらっしゃい。はい、 OK。 お、並んでるね。左奥一番線に止まっているのは7時12分発の翼124号東京行きです。停車駅米沢、福島、大宮、上野通過の翼号ですね。最速達の翼、こちらの車両はもう E8 系新幹線での運転になります。
福島から先宇都宮までは E5 系と連結して最高スピード時速300キロで駆け抜けます。対して右側に止まっている E3 系、こちら今回利用する列車です。見た目は E3 系新幹線車両でありながら山形新庄間のみの運行、最高速度は時速130キロで始発から終点まで向かいます。天童、さくらんぼ、東根、村山の順に止まり、全ての駅に止まっていくのかな。新幹線車両が止まる駅としては終点新庄までは約45分で走り抜けます。E3 系車両ということで7両編成での運転です。グリーン車は一番後ろの車両、それ以外は全てが普通車両になっています。まあ今後はですね E8 系に置き換わるということで、今ねこの車両に乗っておくのもかなり大事だと思いますよ。 E8 系と比べてね E3 系かなり車体の高さ低いんですよね。そこが大きな違いかなというふうに思いました。もう E8 系はなんかフュッとした感じ、なんか E3 系はボヨーンとした感じですよね。翼171号です。もうあとだいたい5分ぐらいで列車発車するんで、早速ですけども乗っておきましょうか。まあ、ちなみに在来線区間走るということでミニ新幹線の E3 系ですけども、このステップはねしっかりと格納されています。これはもう新幹線区間のみですね、つまり福島東京間のみのステップになります。 JR イーストジャパンいいですね。というわけで車内入りました。先頭が17号車かな、見てきたんですけども3人しか乗ってなかったですね。その後ろの16号車なんと1人しか乗っていません。思ってた以上にガラガラ。この列車運行する意味があるのかどうかちょっと疑問に思うところでもあるんですけども、まあ、今日日曜日なんでね、多分平日になるともう少し需要っていうのも変わってくるのかなと思います。E3 系車両に関してはもうほとんど在来線の特急車両と同じような座席のスペックとね思っていただいていいです。グリーン車も普通車も2プラス2のシート配置です。で今回の E3 系に関しては比較的新しい編成ということで、窓側にはね普通車コンセントがついてますね、うん、これはありがたいです。通路側にはコンセントないので、まあ、通路側に座った場合は窓側の人にねコンセントを借りるという形になります。というわけでもう71分ですね。列車まもなく出発です。71分、翼171号は帝国通り山形を出発、向かい側の方には E8K が停車中です。まあ、いずれねこの今乗ってる翼171号も E8K 車両での運転になるでしょう。まあ、通勤需要っていうのと、あと新庄発の東京方面の新幹線への送り込み運用っていうのもあるでしょうね。山形新庄45分間短い新幹線車両の在来線旅の始まりです。
泊まる駅と到着時刻をご案内いたします。次は天童に泊まります。7時10分に着きます。桜庭東根7時15分、村山7時20分、大石田7時30分、終点新町には7時46分に着きます。車内のご案内をいたします。この列車は全車指定席で自由席はございません。特定特急券、翼定期券でご利用のお客様は12号車から17号車の空いている席をご利用ください。その席の指定席券をお持ちのお客様がお見えの際は他の空いている座席へのご移動をお願いいたします。車掌室は11号車です。業務のため不在の場合があります。車内お手洗いのご案内は出入口上に表示してあります。車内はデッキやお手洗いを含めまして全ての場所で結構揺れますね。山形から新庄の間っていうのは僕も結構揺れるイメージがあるんですけども、実際揺れてますわ。でお客さんなんですけども、今普通車の人数数えました。なんと僕入れて4人しか乗ってませんちょっとお客さん少なすぎるなって感じがするんですけども、まあ贅沢ですよね。なんなら1人1車両ね貸し切りできますから。ちょっとあのコロナ禍の時をね思い出しました。コロナ禍の時ってマジであの普通に新幹線、もう東京付近とかでもね1車両1人貸し切りとかっていうのが全然余裕でありましたよね。あの頃をちょっと思い出しました。まあ逆に言うとガラガラなんでね、もうそろそろ引退が迫ってる E3 系新幹線車両、車内じっくりね写真撮ったりすることっていうのも、まあ、容易にできますね。山形出発して10分弱で最初の停車駅天童に着きます。列車はただいまさくらんぼ東根駅に停車中です。このさくらんぼ東根って確か山形空港の最寄り駅になるのかな、まあ、歩いて行けますよね。僕一回ねさくらんぼ東根から山形空港まで歩いたことありますね。まあそこそこの距離だったんだけども、でも全然歩ける距離ですよ。反対側には701系かな、普通列車も止まってます。新幹線車両と普通列車が並ぶあたりっていうのもね、このミニ新幹線区間の面白いところですよね。でね、一応ねなんか道の端っこの方とか見ると雪残ってたりするんですよね。もう1週間ぐらい早かったらまだ雪積もってたのかもしれないですね。なんかここ最近の日本って暑いのか寒いのかなんかよくわかんない、本当異常気象ですよね。なんか2月やのにあったかかったり3月やのに急に寒くなったりみたいな、そんなイメージがあります。次の停車駅は村山、5分で着きますね。この辺りめちゃくちゃ霧濃いですね。なんかそういや以前伊丹空港から山形空港に行った際かな、山形空港付近霧の影響で仙台空港に向かうっていうのあったりありましたよね。ちょっとあれ思い出しましたわ。まあ、一応これぐらいの霧だとね新幹線の運行は問題なくできるみたいですけども、もう真っ白よ、数百メートル先すら見えないね。結構いい感じのスピードで走っています。にしてもすごいな、急に真っ白になりました。大石田駅で新庄発東京行きの E3 系翼号とすれ違いました。
残雪も増えてきましたね。うん、山形よりもなんか体感寒くなってる気するもんね、こっちの方が全然。もうあと15分で終点新庄です。この辺り単線ですね。列車は先ほど南新庄駅を通過しました。もう次の駅が新庄ですね。この列車は新庄到着後は折り返し東京行きの翼号になると思います。で、山形発新庄行きの翼号の運転はあるんですけども、逆に新庄発山形行きとか新庄発福島行きみたいなね、そういった在来線完結の新幹線車両運用っていうのはないんですよね。なのでこのいかにこの翼171号がね特殊かっていうのがわかると思います。同じようなところで行くと秋田新幹線とかっていうのもなんか似たような運用、いやでもあれはあれか、盛岡仙台までは入るか、さすがに秋田発仙台行きとか仙台発秋田行きっていうのがあるんですよね。まあ、それこそあの去年ね夏カシオペア機構を使って東京上野から青森経由して秋田に行くときに、まあ、カシオペア大雨で運転打ち切りになったじゃないですか。あの時に乗ったのが仙台発秋田行きだったんですよね。まもなく終点新庄です。大府線、陸羽東線、陸羽西線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。ちなみになんですけども、新庄駅で約10分の乗り換え時間で大本線の普通列車秋田行きに接続しています。その列車逃すと次3時間半後なんですよね、普通列車なので乗り換え時間10分弱しかないんで、まあ、ニューデイズでサクッと買い物するぐらいしかできないですけどもね、一応接続も取ってます。なのでまあこの翼171号を使うことによってだいぶね山形から秋田へのアクセス短くなるんですよね。これ右にあるのは山形新幹線 E3 系用の車庫かな。あっという間でしたね、やっぱ45分とかになると。清掃員の方が外で待機されているので、やっぱ折り返しなんでしょうね。折り返し確か9時16分発とかだったかな。1時間半ぐらい余裕あります。到着。山形から45分終点新庄着きました。やはり9時16分発の翼136号東京行きになるみたいですね。ドン付きホームになっていて、こちらにね列車が止まっています。普通列車で山形新庄移動すると1時間以上かかるんですよね。まあ、それを45分で来れてるということで、まあ本当便利ですよね、この翼171号。まあ、あの青春18切符とかでは残念ながら乗ることできないんですけども、今回非常に便利に使わせていただきました。まあ、この列車に乗りたことによってね今後の予定つながってるんでありがとうございますという感じです。はい、ということで本日はですね、山形発新庄行き在来線区間で完結する新幹線車両運用翼171号の紹介でした。まあやっぱこういうね面白い運用っていうのは結構好きなので、まあ、今後もねあったらまたねいろいろ乗っていけたらいいかなというふうに思います。というわけで今回の動画はねこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。